はい、こんにちは、116ウィンズです。はじめに言いますが、今回の企画は少しおふざけ企画となっています。私この自粛期間中にですね、本当に今更ながら漫画メジャーに登場する主人公重野五郎の MLB 時代の成績っていうのを今更ながら知ったんですね。で、高校野球編ぐらいまではストーリー分かってるんですけれども、ちょっとメジャーリーグ編を見る機会がなかなかなくてですね、今更ながら知ったという形になるんですけれども、当然ですね、高校野球編の時点でも、かなり人間離れなプレーは結構見せていたので、メジャーに来てもその活躍は続いていたんだろうなとは想像していたんですけれども、ちょっと成績がですね、予想以上にこう人間離れをしているというか、完全にぶっ壊れてるんですね。もちろん漫画の主人公なんで、それにとやかく言うつもりはもちろんないんですけれども、ただそのメジャーリーグを一応知っている人間として、さすがにこれはちょっとやりすぎだよなって初め思ったんですね。よくよく考えてみたら、メジャーリーグも100年以上の歴史がある中で、1人か2人ぐらいはもしかしたら重野五郎に匹敵するような人間がいるんじゃないのかって思い直しまして、今回ですね、ベースボールレファレンスなどを調べ直して、実際にですね、重野五郎と同様の実績を残した人はいるのかっていうところをちょっと調べてみました。で、過去の実例も踏まえて、実際に重野五郎の MLB 時代っていうのは現実的だったのかっていうところをちょっと今回話していきたいなと思います。で、ここからは彼の名前である五郎で呼び方を統一していきますけれども、五郎の MLB 時代のスペックがこちらになります。まず最速102マイル左腕、この時点でもなかなかすごいことになっていますけれども、さらにすごいのが成績の方で、21歳から24歳の期間において最多勝を2回、最優秀防御率を3回、そしてサイヤング賞を2回という、なんでしょうね、もうなんだこれはっていう感じの成績を残してるんですね。で、五郎は先発として活躍した後に血行障害に悩まされることになってリリーフに転向するんですけれども、リリーフに転向した後も最優秀救援を2回、これを26歳から27歳の期間2年連続で受賞しているということで、もうなんだこのピッチャーって感じの成績を残してるんですね。特に20代前半の先発時代ですよね。こんな成績残すピッチャーが自分のチームにいたら、どれだけ日々野球を見るのが楽しいかって正直思いますよね。さすがにここの全ての条件に完全に合致する選手はいないんですけれども、一つ一つ見ていって合致する選手がいるかっていうのを次から見ていきたいなと思います。まずは最速102マイル左腕なんですけれども、こちらはですね、昨シーズン2人いました。で、1人が皆さん予想しているとは思いますけれども、アロルディス・チャップマン。チャップマンは昨年12球102マイル以上のボールを投げています。で、もう1人がパイレーツのフェリペ・バスケスですね。バスケスも昨年3球102マイル以上のボールを投げています。ただバスケスは昨年の終盤に未成年との淫行容疑で逮捕されてしまったんですね。なので、おそらく来年以降野球界に帰ってくることはないのかなというふうに個人的には思っています。なので、一応現役選手でも最速102マイル左腕っていうのは存在はするんですけれども、ただ2人しかいないので、やっぱりですね、いかに五郎という選手が特別だったのかっていうところがここからもわかるかなと思います。で、次からは成績の方を見ていくんですけれども、まず21歳から24歳の期間において最多勝を2回輝いた選手は MLB 史上1904年以降3人しか存在しません。まず1人が1986年87年シーズンのロジャー・クレメンス、この時23歳24歳でした。で、もう1人が1940年から41年のボブ・フェラー、この時21歳から22歳 で、ちなみにボブ・フェラーは1939年20歳の時も最多勝に輝いていますので、この期間は3年連続最多勝ということになりますね。で、最後がハル・ニューハウザー、1944年から45年23歳24歳の時に最多勝に輝いています。で、ニューハウザーも1946年25歳の時も最多勝に輝いていますので、フェラーと同様にですね、この期間は3年連続で最多勝ということになるんですけれども、ただ MLB の長い歴史においても、たった3人しかできていないことを、五郎はやってのけてるわけですよね。で、一応簡単にこの3人も紹介しておきますと、まずクレメンスについては皆さんも知っているかもしれませんけれども、通算354勝で、で、歴代最多のサイヤング賞7回受賞しているピッチャーで、100マイルの速球と落差の大きいスプリットを武器にですね、特に1980年代後半から90年代にかけて本当に活躍したピッチャーですよね。ただ残念ながら薬物疑惑などもあって未だに殿堂入りはできていないんですけれども、成績だけなら間違いなく殿堂入りするピッチャーですね。で、フェラーはインディアンスのレ
レジェンド的なピッチャーでして、まあ、特に速球の速さがまあかなりいろいろな伝説のあるほど、まあ、非常に速かったピッチャーみたいなんですけれども、通算勝利数は266勝と、まあ、先ほどのクレメンスよりかは劣るんですけれども、まあ、これはですね1941年のシーズンが終わった後に海軍に志願入隊しまして、1945年に第二次世界大戦が終結するまで4年間ですねキャリアが中断されているんですね。まあ、その4年間があれば間違いなく300勝、350勝できたピッチャーというふうには言われていますね。で、フェラーは1962年にアメリカ野球殿堂入りを果たしています。で、このフェラーと対照的に第二次世界大戦中にブレイクしたのがニューハウザーで、ニューハウザーは1944年にブレイクするまで、まあ、比較的平凡なピッチャーだったんですけれども、まあ、スライダーを覚えてからブレイクをしまして、まあ、44年から46年にかけて最多勝ということで、対戦中に活躍したピッチャーですね。で、このニューハウザーも1992年にベテランズ委員会の選出によってアメリカ野球殿堂入りを果たしていますので、まあ、今回挙げた3人のうち2人がすでに殿堂入りを果たしていて、まあ、クレメンスに関しても本来であれば殿堂入りを果たせるぐらいの成績を残している選手になりますので、まあ、やっぱりですね、ゴローがここに肩を並べてくるっていうのは、やっぱり相当なことだと個人的には思いますね。はい、続いては21歳から24歳にかけて最優秀防御率3回受賞したピッチャーなんですけれども、これはですね調べた限り21歳から24歳で3回受賞したピッチャーは MLB 史上1904年以降1人もいませんでした。2回は結構いたんですけれども、やっぱり4年中3回最優秀防御率ってなるとなかなかハードルが高いみたいですね。ただ一人だけかなり惜しいなっていうピッチャーがいて、でそれがこちらのクレイトン・カーショーなんですね。カーショーは言わずと知れたドジャースのエースピッチャーなわけですけれども、2011年から2013年23歳から25歳のシーズンにかけて3年連続で最優秀防御率に輝いているんですね。なので1年ずれていれば今回唯一の該当者になったわけですから、いや本当惜しいなってこれ見てて思いましたね。まあ、ゴローがいかに MLB の歴史の中でも傑出した存在なのかっていうのが、まあ、ここからもわかるのかなと思いますね。はい、続いては21歳から24歳にかけてのサイヤング賞2回なんですけれども、これはですね該当者が1人いまして、先ほどの最多賞と同様にクレメンスですね。クレメンスはこの2年間で最多賞とサイヤング賞をダブル受賞しているんですけれども、まあ、もちろんゴロも化け物なんですけど、クレメンスもこの期間本当に化け物ですね。でちなみに25歳まで対象を広げると一気に4人増えまして、先ほど出てきたカーショーと、それからティム・リンスカム、デニー・マクレイン、そしてブレッド・セイバー・ヘイゲンと、まあ、一気に4人増えるんですけれども、そもそもサイヤング賞を複数回受賞するというだけでも MLB 史上で21人しか達成していない偉業なわけですから、それをしかも24歳のシーズンまでに2回っていうのは、まあ、相当なハードルなわけですよね。なので先ほどの最多勝、それから最優秀防御率も考えますと、20代前半のゴローっていうのはもう余裕でアメリカ野球殿堂入り果たせるレベルなわけですよね。でそこに一応肩を並べられそうなクレメンスとカーショーっていう存在がいるのも、まあなかなか現実もすごいなっていうのはちょっと思わされましたね。はい、続いてはリリーフ時代ですね。ゴローは26歳から27歳にかけて最優秀救援を2回受賞しているんですけれども、まあ、これ今回はまあゴローがクローザーだったことも踏まえて最多セーブとして捉えるんですけれども、該当者は1人だけいまして、ブルース・スーターですね。スーターはカブスやカージナルスで活躍したクローザーなんですけれども、まあ、この79年から80年の後も81年82年もセーブ王に輝いていますので、4年連続この期間はセーブ王になっているんですけれども、まあ、それしかいないのかって逆に思いましたね。まあ、先ほどの先発時代はやっぱり21歳から24歳ということもあって、まあ、なかなか該当者いないだろうなと思ったんですけれども、26歳27歳ぐらいだったら、まあ、この期間で活躍しているクローザーっていうのはもっといるだろうなと思ってましたので、もう少し該当する人いるのかなと思ったんですけど、まあ、結果的にはスーターだけということになりましたね。で惜しい選手もいまして、リッチ・ゴセージも1978年と80年のシーズン、26歳と28歳のシーズンにセーブ王に輝いているんですけれども、まあ、これがちょっと惜しいなと思ったぐらいですかね。でちなみにサイヤング賞とセーブ王を両立したケースはあるのかというところで調べても見たんですけれども、まずそもそもリリーフ投手がサイヤング賞に輝いた例は、まあ、9例あるんですけれども、ゴローと同じように先発投手としてサイヤング賞に輝いて、でその後セーブ王に輝いた例っていうのは、まあ、おそらくジョン・スモルツだけかなと。スモルツはブレイブスで活躍したピッチャーで、で殿堂入りも果たしているんですけれども、96年に先発投手としてサイヤング賞を取った後に肘の怪我もあって2001年からクローザーに転向するんですね。で2002年にセーブ王に輝いて、まあ、今回唯一の該当者ということになったんですけれども、ただゴローと同様にサイヤング賞を複数取って、でかつセーブ王も複数取ったっていう例は残念ながらいなかったですね。
まあ、なかなか先発でもリリーフでも一流っていうケースは少ないですから、まあさすがに五郎の例は、まあこれは漫画ならではかなっていうのは思いましたね。ということでここまで重野五郎の MLB 時代を見てきたわけですけれども、まあ、間違いなく20代前半の成績は MLB 史上最強の投手に部類されるとは思うんですけれども、意外にですねクレメンスやカーショーが、まあ、結構いい線まで行っていましたので、まあ、そのうちですねもしかしたら現実の投手が重野五郎という存在を超える日が出てくるかなっていうのはちょっと思いましたね。そんなとてつもない投手が現れることを願いながらこの動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。